こんにちは、リッツカールトン東京のアジュール45の宮崎と申します。本日は、私がパティシエ出身だったということもありまして、シフォンケーキを、お食事に合うようにアレンジさせていただいたものを作らせていただきます。セミドライトマトと、ベーコン、粒マスタードを使ったシフォンケーキになります。じゃあ最初に燻製のクリームというものを作っていきます。この生クリームをこちらの鍋に入れて、それからこのベーコンですね、もうこれはこのまま塊のまま入れちゃってください。そして火にかけながらある程度温まるまで少し混ぜていきます。ふつふつと沸き始めたらこのぐらいで OK です。そうしましたら火を止めて、このままの状態で 3,40 分香り付けをします。自家製のセミドライトマトを作ります。材料はプチトマト、ニンニクを少し、お塩と砂糖、オリーブオイル。まずはこのプチトマトを半割りにしていきます。今日は簡単に家庭でもできるように電子レンジをこの後使用します。でニンニクは半分に切ってもらって、なるだけ薄めにカットしてください。カットしたトマトを電子レンジ用の器でまんべんなく周りに広げてもらって、まず塩ですね、適量、少しずつかかっていれば大丈夫です。グラニュー糖、こちらもトマトに軽くまんべんなく、それからスライスしたニンニクを散らします。ニンニクが重なるとちょっと火の入りが悪くなってしまうので、なるべくこうまんべんなく広げてください。そしてそこに最後オリーブオイルをかけます。この状態で電子レンジにこの後入れていきます。こちらを最初まずは、電子レンジで3分、じゃあ今ちょうど3分が経ったのでちょっと様子を見てみます。ちょうどこうトマトのジュースが出てきた感じですね。これだとまだまだなんで、もう少し入れてみます。今トータルで11分ぐらいやった状態がこういう状態です。最初3分で見た時には、トマトのジュースがかなり出てきたと思うんですけども、そのトマトのジュースが全部なくなって、ほんの少しオリーブオイルが残ってるぐらい、今日はトータルで11分です。先ほど電子レンジで作ったドライトマトをミキサーでペーストにしていきます。でこの周りにある汁もあとニンニクもすべてミキサーに入れて回してください。で少し周りに飛んでるものももう一度きれいに下に落としてあげて、もう一回軽く混ぜます。このぐらいでその完全なピューレになるというよりかは、少し固形物が残っているぐらいのペーストで出来上がりです。はい、じゃあ燻製クリームなんですけども、3、40分経って少し冷めてきたので、こちらに移して、氷のボウルで冷ましていきます。で少しこう押し付けて、きれいに液体をこしてください。それではシフォンサレを作っていきます。まず材料です。卵黄、お砂糖、牛乳とオリーブオイル、薄力粉、粒マスタード、お塩、先ほどやったドライトマトのペースト、そしてこちらがメレンゲ用の卵白、そこに入れるグラニュー糖、ベーコンをカットしたもの、こちらになります。卵黄の方に少量のグラニュー糖を入れて、混ぜていきます。今度は軽く人肌よりも少し熱いぐらいに温めておいた牛乳とオリーブオイルですね、これをまず半分入れます。この卵黄と乳化させるようにしっかり混ぜていきます。そしたら2回目を入れていきます。次は粉を入れていきます。薄力粉もダマにならないように一応2回に分けて入れていきます。で粉が飛ばないように最初はゆっくりで、馴染んできたらしっかり混ぜてください。そしたら2回目いきます。これも最初はゆっくりで、馴染んできたらしっかり混ぜます。
で、このすべての材料が混ぜ合わさった状態がこういう状態です。じゃあ次に、メレンゲを立てていきます。これは最初に軽く卵白をほぐして、ほぐれたらグラニュー糖半分入れてさらに立てます。このぐらいになって卵白のコシが切れたら半分入れちゃいます。で、均一に混ざってきて少し経ってきたら、残りを全部入れます。そしてあとは高速で仕上げていきます。このぐらい角が立ったら出来上がりです。そうしましたら、このメレンゲと卵黄ベースの方を合わせていきます。で、最初にしっかりめに立っているメレンゲ、この辺から全体の3分の2ぐらいですね、入れてしっかりと混ぜていきます。で、途中で、ベーコンを入れるんですけども、ベーコンは細かく切った後に冷凍庫に入れてあります。その方が生地の中でこうパラパラっと入れれるので、このようにちょっと少し冷やし目で入れさせていただきます。そしたら残りのメレンゲを加えます。残りのベーコンも加えます。で、最初はホイッパーでこのように混ぜて、ホイッパーの間にこうメレンゲが通るように、そうするとメレンゲがこうほぐれてより混ざりやすくなります。で、ある程度もうメレンゲのダマがなくなったら、今度はゴムベラに持ち替えて丁寧に底から持ち上げるように、生地を殺さないように混ぜていきます。生地が出来上がったら素早くこのシフォンの型に入れていきます。そうしましたら、こういうこう棒のような箸のようなもので、生地全体を均一になるように何周か回して、真ん中を持って軽く叩いて余分な空気を抜きます。175度のオーブンに、まずは30分入れます。今ちょうど焼き上がりました。約32分ぐらいですね。で、焼き上がったらこういった瓶にここを引っ掛けて高さにして、こういう状態でこのまま常温で 3,40 分冷まします。それでは焼き上がって少し冷ました状態のシフォンを抜いていきます。中のこの筒に沿って型を動かしながら真ん中を抜いていきます。真ん中が抜けたら、今度外側も同じようなことをやっていきます。こちらもこの型の外に向かって刃を当てて小刻みに動かして、右回しでシフォンの型をこう回していきます。で、大体2周ぐらいしたら周りがこうきれいに剥がれているので、このまま外していきます。こういう状態になります。底の部分はこのナイフをこの生地と底の間に入れて、ゆっくり動かしながら、刃が当たったタイミングで少しずつ今度は左回しにしながら包丁を上下に動かしていきます。で、こちらも大体2周ぐらいしたらこれを逆さにします。で、軽く揺らしてあげるとこのようにきれいに抜けます。ではカットして仕上げていきます。で、先ほどの燻製クリームで、こちらで完成となります。はい、こちら、シフォンサレと燻製のクリームです。このようなあの時期ですけども、ぜひ皆さんお家で作って食べていただいて、美味しいものっていうのはやっぱり笑顔につながりますし、笑顔っていうのは幸せに、つながるものだと思いますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。